始まりました国際夫婦による雑談ゆるゆるポッドキャスト。はい皆さんこんにちは。おかえりなさい。帰りなさい。はい帰りなさい。<laughs> <laughs> ね今日はさなんかね、はい、トークテーマとかいろいろちょっと、うん、用意しておりますの、ね、で用意しておりますので。 あのー、最後まで聞いてくれると嬉しいでございますはい本日はイゴはそうはいね最初にじゃあねこのセーターとか、まあ、昨日のことについてちょっとお話ししようかなと思います <laughs> はい、はい、昨日はねてか昨日っつったら土曜日なんだけど土曜日はあの、ね、スカイツリーに私たち行ってきました。うん、はいスカイツリーの ね、元、うん、そうスカイツリーをね二 <laughs> 人で行くのはもう多分日本に昔住んでた時以来だと思う違うよあ<ー>全然違うじゃん行ったね <laughs> 行った昨日も同じ話した <laughs> そっか <laughs> <laughs> そう でもね、昔、日本に住んでた時にブレンと一緒に「クレヨンしんちゃん」のコラボがさ、まちとやってて、そうだね。で、オラ町っていうやつで、そこでカフェにね、行ってきて、あのね、いろいろ注文したり、グッズもらったりとか、そういうことをした思い出がね、まちにはあるんだけど、あとソファも買った、昔。そこのニトリで行ったんだね。そそうだったねでもなんかの そのあとだとあの去年ね、うん、去年かもう一昨年か一昨年の9月にそこ,そこら辺に泊まったよね Airbnb そ,うねその時に行ったんだけど、うん、確かに、うんね、そうだったね浅草にね泊まって、うん、そこら辺ブラブラ歩いていけたから行ったねそういえばそうだね、うん ね、結構ねやっぱり中に入ってるお店とかもね、うん、まあいろいろ変わるし、うん、なんかやっぱり1日っていうか56時間ぐらいはね、うん、時間潰せてそう最初にね,ねまずその土曜日になんかお寿司がねちょっと食べたいってなってそうそうだよねそ,<う>それも昨日だったかそうだよで蔵寿司を検索して、うん、あてかまあ回転寿司検索してで、まあ、ブレンがねあのスカイツリーの近くに蔵く寿司があったってことを覚えてたからうん、うん そうそこねあの時間予約して、うん、あの行ったんだけどあのねすっごいねあのあんなおしゃれなくら寿司を今まで見たことなかったね全部木でねっきてて、うん、そうなんか全部その席一個一個にのれんがあって、うん、なんかちょっとなんか一個一個が個室みたいな感じだったそうそう本当に居酒屋のねね個室みたいな感じになってて。うんうん でなんか最後のガチャガチャとかあれもね、うん、ほら5枚で1回ガチャガチャチャレンジできるんだけどなんかそれとかもなんかすごくね豪華だだねそうだっ、ね、たんかその場で出てくるやつじゃなくて全部食べ終わってお会計する前になんか QR コードのなんかそのやつ、うん、携帯かな、うん、っ持っててフロントの方で入り口の方で。うん なんかでかいガチャガチャのなんか画面があってそ,う、ね、でそこでやるんだけどだからあそこはなんかすごい子供たちとか,なんか楽しそうだしあとまあ海外の人とかもやっぱり多くてすごくまあ映えっていうのかな、ね、動画映えもしそうだなって思ったね。うん、なんかまあ ね、スカイツリーってやっぱりねみんな結構行くじゃん、うん、あの海外から来た人がうん、うん、だからそこもそれに合わせてちょっとなんか特別なくら寿司になってたねそうだね、うん、でねちょっと値段も違ったと思うけども結構かな,なんか基本的にあの一番安いっていうかあれでも138円とかだった気が、うん、らいする普段ほら100円とかの確か110円 だったと思って行ったんだけどその店舗134か8円だったからそ,うそ,うそこら辺だったよねまあね自分たちは正しい情報をねここで流してるかわかんないんだけどでもなんか高く感じたね高く感じた、うん、てか暮らすしねあのシアトルにもねあったんだけどそれに比べると安いけどそう全然、うん、あの安いし、うん、そう美味しいし、うんうん、そうねえ、ね まあでもシアトルのねくら寿司助かったよね助かったね本当にいや嬉しかっただってねちょうどね日本に残年ぐらい帰れてない時に出てきてくれたから、うんうん、そうね日本でもできないかなねあのほらアメリカに住んでた時はさくら寿司の方からお声かけほらいただいてそのねあの動画撮影、うん、あのさせてもらったからさ、ね、そのなんだっけスカイツリーの近くのねくら寿司とかさ、うんねね、動画撮影 確かにほらね取れたらさ嬉しいよね,、うん、ねなんかそのすごい全部紹介できるしすごいおお忙しいお店だったね外国の人がともかくいっぱいいてうん、うん、でそのなんかスタッフの人がすごいなんか頑張ってた、ね、<laughs> すごい頑張ってたって感じ英語としゃ喋れる人もいたしスタッフでなんかすごいなと思った。うんうんうん スカイツリーの,そのモールもいっぱい英語使った俺がそうだね <laughs> か英語でスタッフに英語で、まあ、最初なんか日本語で話しかけられててもすぐその後英語でもなんかその案内してもらったからうん、うん、まあその流れで英語を使ったんだけど、うん、すごいなってなんかみんな頑張ってるなと思ったうん、うん、そうだよねだってもうさ、うん、本当に使わざるを得ない状況だよね、うん、本当に海外の人、うん、今、うん あの多いし、うん、なんか英語が何だろうね基本的な、ね、レベル喋、ね、れないと、うん、なんか都内で働くのってなんか英語苦手な人は結構厳しいかもって思うし、うん、でも逆に英語ちょっとでもなんか学びたいっていう人はなんか自然にもう覚えざるを得ない状況、うんいね、になってるから、うん、そこに行くといろんな言語が聞こえるって感じ。うん、ね。 お金もらいながらの喋りながら実践英会話がなんかできる場が東京には揃ってるなって。<laughs> <laughs> 東だってねんかこの前渋谷とか表参道でもんかそういう経験があったんか英語で接客されてで俺はもう別に英語で接客されたら英語で行くんだけどさでもたまになんかあちょっと日本語に変えた方がいいかなと思う時もあるんかちょっと大変そうって思う時あるからそういう時ちょっと難しいねどうしたらいいんだろうって。見た目から本当に入っちゃうと もう完全にねもうほら英語喋る人、うん、で日本語ができないのかなっていう、うん、多分想像でブレンが変えられるからそうだ,、ねね、だからまあ難しいよね、うん、そういうのってなかだからなんか俺は結構やるのはちょこちょこうん、うん、ちょっとだけ日本語出してみる、うんうん、なんかうん,、うん、なんだろうねなんか だってさほらなんか日本語できますできますアピールじゃなくてそうそうそうじゃないすごい頑張って英語喋ってくれるけど日本語の方が絶対なんだろう喋りやすいんだろうなっていう人もいるじゃんそういる頑張ってなんか大変ではみたいな感じで英語喋ってる人とかだからねそういう人たちに当たった時にはねんかちょっとその人たちの 頑張りも無駄にししたくないしっていうなんかね頑張ってくれてるけどでも日本語の方がなんか自分も相手もなんかもっと深い話っていうか,なんか絶対間違えたくないミスとか起きないから,から日本語の方がちゃんとお互いに確認できるから日本語で話したいっていう状況はあるよね難しいね難しいね結構でも最初になんか昨日とかもそうだけど最初に日本語で接客してくれてでその後すぐ英語に そ,れその同じ文章を英語で言うみたいな感じが多いかもねうん、うん、でもそれが一番、ね、いいと思う、うん、だってねなんかねこんな見た目してもしかしたらもうポーランド人で英語できないかもしれないし、ねうん、で日本語しか喋れないそういう、ね、友達いたからさ、うん、だからそれが一番いいやり方だなと思ったそうだねうん <laughs> ねえ 面白いねそこでねくら寿司さ食べ終わった後にお腹いっぱいになってでそれであの空町の,あの、ね、スカイツリーのふもとを結構ねあの1階から9階ぐらいもなったんだけどもうそこね,ね全部あのブラブラってね,一通りね下から見て回っていろいろねジャンプストアも見たし、うん、あとはもう本当にいろいろあるね。 栃木ねそうそう今いちごフェアみたいなのやっててあちこちいちごだったしあとはその空町自体が今空割りわかんないけどなんかすごいバーゲンみたいのをやっててセール何か結構ね服が30パー40パーオフになってたからそれを利用して今回今ねこの喋りながら着てる新しいセーターをね着てるんですけど。 ね、いつか YouTube 動画で見れると思うんだけどね。うん、そう、それを買いました。写真撮らなきゃじゃないあとで乗っけるために。あと、ね、で今日外行った時にちょっとね、写真撮ろうか。そう,そうだね。うん、そ,うだねそう、そういうのね、今来てるんですよ。うんね、結構あったかくて。ね。いいねっこれはいのよ。ユナイテッドアロ・アローズじゃないか。うん、アーバン・リサーチったアーバン・リサーチか。アバン・リサーチって買ったね。ね。すごいね。うん、ね,ね。だから本当に。 なんだろうね、シアトルに住んでた時とかは結構土日とか、うん、なんだろう行く場にすごい困ってたし、うん、なんかどこ行くのにもやっぱ車使わなきゃいけない、うん、でやっぱりご飯食べるのにも高すぎるから,家,から家でご飯食べてからじゃあ行こうとか、うん、じゃあ帰,う、ね、帰,帰夜ご飯は夜ご飯までには家に帰ろうとかそうなるとなんか特別感がない。 ちょっっとスストレスだったよね,よね逆にね自然を見るのが楽しかったけどなんかだけどなんか自然見て散歩してその後がなんがじゃあもう普通にじゃあ帰るかそれかお金いっぱい使ってレストランに行くかって,って、うん、<laughs> いつもなんか悩んでた、ね、お金払えばそれなりのエンターテイメントはあ,のあるんだけどね 高いしさやっぱり1万円ぐらいは確実に払わなきゃいけないチップも込みでシアトルのそこら辺だとねだからそれもちょっと大変だったしご飯も高いし自然見て温泉でもあればね自然見て日本だったらねほら高尾山行って帰りに温泉寄って帰るとかさそういうなんかもうそれで1日潰れるじゃんそういうのができるからさ。るあと あの治安がいいからっていうのがすごく大きいと思う,うん、うん、だってシアトルは治安が良くないからさうん、うん、それも気にしながら全部やんなきゃいけないって感じだったから、ね、で日本は本当にもう特に東京とかこういう栄えてるところはどこでも歩いていける、うんうん、多分アメリカのどこのアメリカで一番治安がいいところとか分かんないけど、うん、そこと比べても日本の方が、うん いいと思うしね。そう,うね。日本の治安が悪いところは。アメリカで普通のところ <laughs> って感じ。気がする。まあ、まずね、うん、ほら。十がない。っていうところもでかいよね,、うんねうん。誰が銃を持ってるかわからないし。うんうん、やっぱり、なんか、その自分が。仕事をしてた時とかも。うん、もう。 まあその飲食店でね仕事をしてた時とかはもう普通にほら腰に銃をう、うん、持ってきてる人とか明らかに大きい銃とかさ、うん、ほら持ってくる人とかいるからでもほらそれは別にダメななことじゃない、うん、でもその裏面に意味があるから、うん、何か言おうとしてるからそれって伝えようとしてる、うんうん、そうらほらこれはできるから何も言わないでみたいなことをだからね大変。なんか ある意味の脅迫って感じだから口論になれないその人と何か悪いことを「ノーって言えなくなっちゃう銃突きつけられたら撃たなくてもそれだけでもうすごい大変だしだって持ってる必要ないからね何かあった時のためにとかでも何かあった時のためにでそれ間違って撃っちゃったりとかでもまずそこに何かあった時に。 でなんかカーッとなってさそれで銃を撃つっていうところにつながるのがまず怖い <laughs>、うん、でもそれがすごくそういうその人たちの考え方っ、うん、ていうか言い分うん、うん、なんだけど実際のところはそのこと全然ないからうん、うん、なんかもうカウボーイの時代じゃないしうん、うん、<laughs> だからまずそのこと起きないなんか悪い人が出てきたらその人止められるからっていう言い分があるんだけどそのことなんかあんまり証拠がないし。うん だかからなんねねももややするよだってなんかね自分に会った時にさ手が出る前にまず手が銃に伸びるっていうその可能性があるのが怖いねだって普通だったらさ車運転してさ「うわこいつなんか横入りしやがった」ってさほら銃がなかったらさもうそのクラクションだけじゃんできることってクラクションかその人を車でチェイスしたりとかその車後ろからブンってぶつけたりとかそういう方法あるけどもう銃が。 うんね、ほら座席にあったらもう銃取ってさ後ろからねっ、うん、パーンとかさもうできちゃうわけだから、ね、そこにつながる可能性があるっていう状況が怖いよねそう,そうなんかね、うん、あとまあそれは一般人だけど、うん、アメリカの警察でも一緒、うん、なんかまあ映画とかね多分見たことあると思う。 だけど、うん、警察はとりあえず手が銃のところに行く何があってもなんか全然そんな怖い人じゃなくてもなんかちょっと言うこと聞いてないからってすぐ手があの、うん、銃の方に伸びるんだけどそれが本当にあることだから恐ろしいんだよねそうだね。まあ ここまでにしようもうねこれね深く深く話すとね、うん、もう永遠に終わらないからね、うん、そうはいじゃあね今日はあのトークテーマをね <laughs> あの用意してて、まあ、用意してるっていうか今ねアプリ携帯のアプリでなんかトークテーマをいっぱい用意してくれてるアプリがあって、うん、それランダムでシャッフルできるんだけど、うん、ちょっとやってみようかなと思います、うんはい、じゃあトピック選びますよはいいきます 私が, <laughs> <laughs> 私が愛用している注目アイテム。私が愛用している注目アイテム。はい。はい注目。注目アイテムって何注目アイテムっていうか、まあ、これが今。私の中でブームっていうの。か <laughs> マイブームみたいな感じ、うん。私のマイブーム言っていいですか。 私の今注目してまあ愛用してるアイテムは日本に来ていろいろファンデーション試しててその最初、まあ、リキッドタイプだったり、うん、あとはまあそのリキッドファンデーションみたいなやつとかも試したんだけどうん、うん、今はあの無印良品の,あの粉ファンデーションを見つけて、うん、まあ使ってみたんだけど結構ねいいし。 聞こえたかな今ちょうどグニョンって <laughs>、うん、<laughs> そうなんか無印がなんか結構何だろうね何段階かによってその肌の色のバリエーション分けててで結構その化粧品屋さんとか行くと自分の肌に合った色っていうのがなくてまああのなんだろうもうちょっと明るくなっちゃう。 なんか自分の肌のトーンよりかはなんかあこのブランドいいと思ってもちょっとだけかなんかあのトーンが高いからなんかその顔と首の色のギャップとかできちゃうしこんなに真っ白になりたくないみたいなそうでも無印良品の一番黒いやつ暗いやつが自分の肌にぴったしなあの色合いだからそ,うそれをポンポンポンって軽くあのつけてます最近。 うんね、そうだね。そうそれ結構愛用してるかな今。うん。うん、そうね愛用してるもの <laughs> 最近のクリップそうだね。レッグクリーム言おうと思った <laughs> これなんだっけそのメントラ ズムメンソレータムあのムそう有名な女の子がのってるやつね。のメルティクリームリッププレミアムっていうやつ、うん、最近ね乾燥してるからさやばいよ乾燥だって最近唇のさ、うん、その縁っていうのかなこの唇の際の部分がなんかカピカピしちゃって、うん、でほらそれをさベロで舐めるとまたさ、うん、乾燥が進むから、うん、そうだからリップクリーム 最近必須だね。風がね、吹いてるし、最近。そうですせいもあるかも。うん、あと花粉。そう。花粉もね、肌を乾燥させるし、肌荒れの原因になるから。まあ、そうだね。俺はこのリップクリームかもね。リップクリーム。愛用しています。はい。はい。じゃ、次のトークテーマ。行かせていただきますよ。次のトピックポン。チャレンジしてみたいこと。チャレンジしてみたいこと。もう。 もう行って、うん、いいよもうよも始めてるけどねあのこのなんか何だっけ鍵張り網のうん、うん、をちょっとなんか手をつけてみたんだけど、うん、それかな,なんかで<う>昨日もその前にその最後のためにハンカチみたいなやつを作ってで昨日そのためのなんか教科書みたいなやつを本屋さんで買ったんだけど、うん、今それがちょっと。 チャレンジしてるかなそう今ね編み物にねプレーンはちょっとはまってて、うん、でなんか自分の、ね、ためになんかそのハンカチもね、うん、この間作ってくれてもうねもう基本的なものはできてるって感じだからね、うん、あとはもういかにバリエーションを増やしていくかの段階に来てるよね,うねもういろんな編み方があって、うん、今は一つの二つか二つの編み方を覚えたんだけど何だっけ二つのなんかリブ編みと、うん、あと普通の 何かあるのかその編み方の超基本的なやつおうんうんいや編み物してる人いるんじゃないかな,いな,いかな自分たちのこのリスナーさんの中でも鎖編みか鎖編みっていうのが一番なんか基本的なやつであとリブ編みもう一個の、ね、言い方あったけどねそれをこれからやるって感じそのもう一個のやつをもう一個のやつはそれ今やってるやつ あこれ,これ鎖編み鎖編み<ー>なんだろうこれはまだやってないなんかね編み方によって難しそうだしねまあでもね結構なんかやってると落ち着くストレス解消ってそうだねなんかブレーン、うん、テレビ見ながらとかテレビながコツコツやったりしてるしテレビ見ながらなんか音楽聴きながらとかってできることだから んか慣れちゃえばもうさささってできるから、うんね、そのなんかただの繰り返し繰り返しのようなことだからね、うん、そうだね十分、うん、自分はチャレンジしたいことはまあ今家に筋トレグッズあのああ新しくございますので <laughs> それは何でやるかな <laughs> そうねあの皆様私来週の日曜日 月日で歳になりますパチ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 なのでそれはのの俺から誕生日プレゼントです筋トレグッズっていうのはダンベルんか調整できる重りを調整できるダンベル2つとあとそのためのベンチとヨガマットその布巾とかに使うヨガマットなんだけどそれはね早く分かっちゃった生後が。 それは聖子がちょうど仕事行く前にとろ、うん、いちゃったから <laughs> そうそうそうだから見つけちゃったんだけどなんか違うものを期待してて「あ最後ち,ちょっと出てくれるそ<う>その郵便が来たから出てくれる」うん、っつって「なんかダンベル来てたんだけど」って、うんうん、そうそう,そう <laughs> 失敗したと思ったけどねでも嬉しいよ、まあ、その分早く始められて、ねそ,うん、そうそうそ,うそれ嬉れしいし、うん、<laughs> あとはね、まあ、今週末ねあ,のあるところにね 行ったりするし、まあその様子はあの誕生日のね動画もまた撮る予定なので楽しみに皆さん待っててください。誕生日のプチ旅行、そうそうそう。どこに行くでしょう？ねどこでしょうか？ねとことるまあチャレンジしたいことはまあ私筋トレをねちょっとまた再開、再開してまあちょっとその自分の日常のルーティンの中にまあうまくあの取り込むこと、まあせその生活仕事も含めたその生活リズムってのをまあ 気づくその生活リズムの中に YouTube の編集字幕だったりとかもちょくちょくまたちょっと入れながらリズムを立ててって動画も出していけたらいいなと思ってますね。仕事最近まだ1週間ぐらいしかやってなくてまだちょっと慣れてないからちょっといろいろまたやりたいね。という感じで次のトピックいきましょうかじゃあいいねいろいろやっぱトピックがあると。 次のトピックいきます。せーの、ドン。私が好きなブランド。ブランドね、自分たちね、ブランド全然こだわらないけど。うん、何かな。でも意外とあれじゃないほら、まあ、高級ブランドはあれじゃないけど。うんうん 高級ブランドじゃなくていいじゃん。何でもブランドだったらユニクロも好きだし、無印も好き。あと、なんかそのグローバルワークとか、それこそアーバンリサーチとか、日本のブランドが結構好きかな。そうだね。ブランドってさ、服とかだけなのかな食べ物とかってブランドって言わないのかなでもね英語では言うけどね。英語では、ただってその会社だから。そっかうん ねえ回転寿司 <laughs> でもさその中で選ばなきゃいけないよねなんかかっぱ寿司ブランドとかさ <laughs> うんそれは分かんないけど、ね、多分これ服の意味じゃない、うん、服だよね服とか何かな、うん、特にいいと思ったデザインのやつ買っちゃうからさそうだねブランドで選ぶよりも、ね、結構でもなんか日本の ブランドだとビームズとアーバンリサーチとかが好きかななんか面白い革わデザインが多い気がするそうだねなかなかユニクロとかでは見つけられないようなデザインとかそうだねまあユニクロ利用率は高いからユニクロと言っとこうかなユニクロはねベーシックで質がいいだからインナーとかヒートテックとかさお世話になってるし あとはなんかそのアウターだったりセーターだったりとかはもうお店でなんかブラブラって見て、うん、あこれめっちゃ可愛いデザインって思って値段見て買うて、うん、あと無印そう無印無印,無印は本当に、うん、あのに最近ね、うん、お世話になってて、まあ、化粧水だったりとか、うん、化粧水買わなきゃじゃない忘れないようにしなきゃね,、うんね 化粧水買ったりとかしてるねうんそんな感じあんまりね高級ブランドは手を出さないそう私たちブランド意識あんましないのではいじゃあ次のトピックいきますせのドンゾッとした話ゾッとした話あれじゃあの駅に行く時までの俺の話あれ話したことあったっけないよねまだいや お話しすると私がね駅からあ駅じゃない家から駅までね歩いて行ってたんですね大体15分ぐらいかかるんですけどテク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 って歩いてたら信号待っててで信号が青に変わって渡り始めましたするとね後ろから一人の女性の方がんか「ああどうも」ってトントンってして話しかけてきたんですね でしたら自分もその方見るのすごい初めてだった,だったので「なんかあどうも」って言って「<laughs> なんかえー、なんかここら辺に住んでるんですね」みたいな話になって「あそうなんですよ」って言ってなんか自分はねあのそのチャンネル登録者の方だ,よ、ね、だからんか「あそうなんです」っつって「なんかここら辺に住んでるんです」みたいな感じで話しててで,でその方もなんか駅の方面に向かう。うん ということだったので、まあ、ちょっと話しながらね、うん、あの駅まで行っててでいろんな,なんか話を <laughs> してて「えー、どうなんですかこれからどこ行くんですか誰と会うんですか?」みたいな感じで「これからなんか,なんかそのこの人と会うんですよここで会うんですよ」みたいないう話をさ <laughs> して式な行ってたんだけど、うん、でその人がなんか、まあ、自分の名前をね呼ぶ時に「うん 久保,田さんは <laughs> 久保田さんはどうしてなんかこれしてるんですかみたいなことを言ってきてえと思って、うん、まさかの人違い、えー、と思ってって、えー、久私久保田じゃないんですけどみたいなでもさもう,はもう駅もまあ近くなってきてたしもうそれまでなんか話が盛り上がってて。うんうんうん でもななんんかかうまくなぜか会話が合ってたんだよね自分はチャンネル登録者だと思い込んでてあっちは私をその人の仕事の同僚の久保田さんと思って話しかけてたっていうなぜかはよくわからないなんかその。 あれなんかなんだっけなんかあ最近なんか眼鏡つけてないですねとかってう言ってたよねあとそのおそ,その後俺とね待ち合わせだったけどそのお友達は背が高いですよねみたいなこと、ね、そうそうだからじすごくね話がなぜかうまく合っちゃってて <laughs>、うん、そうでなんかやべえと思ってこれ私今久保田じゃないですって言った方がいいのか、うん、もうそれとももうこの人とは多分 多分合わないだろうってことでもうこのまま私は久保田っていう,、うん、うなんかことでやりと続けるか、ね、っていう瞬間マジでゾッとした <laughs> なんかもうほになんかモニタリングみたいな感じだね、うん、本当にドッ,キリドッキリじゃないのかなって思うぐらい、うん、本当になんかびっくりし したもんなんかその人は多分介護かなんかのなんか仕事をしててでその同僚同僚っていうかね同じ職場の人が、うん、久保田さんって自分に多分似てる人がいたんだろうね。そっかでなんか、うんうん「久保田さん歩くのは早いです」とか言われてだから「あーすいません」みたいな感じでちょっと歩くの遅くしたりとか、うん、なんかすごいなんかゾッとしただよね。うん、だってさ 成功はもうてっきりねなんかチャンネル登録者の人がなんか話しかけてくれたと思って,、うん、だ,ってだってさ普通だったら「あ誰ですか?」ってなるじゃんでもそれを持ってたらなんか「誰ですか?」ってなんないからさそ<う>だからできることだよね。うん、だってさチャンネル登録者の、うん、そう方に話しかけられる時のその雰囲気、うん、ってのって大体なんかみんな似てるから。うんうんうん そうだからあこの感じは普段動画見てくれてるなんか人かなと思いながらずっとなんか10分ぐらい喋り続けてたから同僚との勘違いでしたそう,そう私久保田じゃないですみたいな <laughs> 感じでだからその後ブレンと駅で待ち合わせたんだけどもうすぐねブレン、ね「今さなんかすごい超面白いことが起きたんだけど」みたいな話をしてた。って <laughs> また会ったっらどうするね ね、また久保田さんになっちゃうのでもさそれ思ったのがね。ほらブレンタも話してたけどさね。その本物の久保田さんにその人が会った時に、こないだはなんか一緒になんか話せて。 うん、楽しかったですみたいなことを本物の久保田さんに言ってたらどうしよう,、うん、うよまあ言ってると思うけどどうするなんかそのちょっと久保田さんのことが好きでさんなんかなんか嬉しいってなってたらちょっと申し訳ない、ね、申し訳ない、ね、<laughs> そうでなない,いいいとそうじゃないことを祈るけど多分なんかなんかあっちもあっちですごいなんか。 ゾッとしてるんだろうなて<ー>思うなっ思か、まあ、俺から話しかけたわけじゃないしね。まあ,ねあっちから話しかけてきたからもう気づいてないといいね。なんかまだ今でも。うんそうだね,ね。あまり会うことがないからそうだ、ね。たまに会うぐらいだって。でもさ、うん、毎回会ってたらそんな頻繁に会ってたらささすがに分かるよね。でしょう。だからさ、久しぶりに会ったと思ったんじゃないいや、マジでゾッとしました。ゾッとしました。れはうん っとしたた話ああったかなな最近あれじゃない誰<え>ほら家にいてちょっと訳がいるかもしれないって思って怖くなっちゃったみたいな話してたじゃん<ー>ちょっとゾウじゃないだろうそれはなんかアッシュちゃんアッシュと梅ちゃんのね、うん、あのご飯が必要だったからうん、うんうん だからキャットフードを買いにね近くの,、うん、あのお店行ったんだけど、うん、で帰りに、ま、もう暗かったうん、うん、からなんかちょっとほらそういうことな何かあったってわけじゃなかったけどうん、うん、ちょっと考えちゃう時あるじゃん考えちゃうと怖くなる,あるそういうちょっと幽霊とかお化けとかのことを考えちゃうと怖くなるからさうん、うん、でなんか最近なんか花粉のせいなのか分かんないけど目がちょっとなんか。うんうん ななんか変うん,、うん、なんか書店が合わない時とかあったりうん、うん、あとなんか乾燥してるからなんか波が涙が出てくるからなんかちょっと見えない時があるうん、うん、でちょうどなんか家のところの角を曲がった時にちょうど向,なんか向こうから誰か人が歩いてくる結構まだ遠,うん、うん、遠くにいたんだけどだけど暗くてさ、うん、で背が高い人で,、うん、で多分女の人だったかな、うんうん でも顔が見えなかった、うん、全くえ怖いじゃんでもただ暗いからでなんか服装も黒で、うん、なんか顔が見えないと思ってちょっと怖くてじゃあ早く家に入ってもう鍵かけて早く上にいたんだけどでも多分何もなかった多分本当に何もなかったけどうん、うん、でもほらもうその変なことを考えてたから,ち,からちょうどその時にその人が出てきたからさ。うん なんか、おうでわかるなんかその後,後ろから追いかけてきてないかっていう感覚になってさちょっとで、ほらその時一人でもう俺と猫ちゃんしかいなかったからうん、うん、怖くてさで、その後は仕事と待ち合わせね金曜日だったハ金で飲みに行こうってなってあの駅で待ち合わせの予定だったから、うん、またほら一人,一人で外の暗い道を歩かなきゃいけないで、その時に 家出てあの友達のマリに電話が来たけど、うん、出なかったんだよほわ出ろよって、ね、<laughs> なんで出ないのって思ってうん、うん、だけどまあ外行ったらいろんな人が歩いてたからうん、うん、安心したって感じだったけどちょっと怖かったね,ねいやお化けね人間も怖いしね,、うん、ねだからたまに俺も考えちゃうもんほら 梅ちちゃんアッシュちゃんんたまに下行ったりとかするしさだ、うん、から物音「タカタカ」ってさ出ると「うん、まあ梅ちゃんとアッシュちゃんでしょ?」<laughs> みたいな感じだけどだ、ね、たまになんか「どうしようこれもしかしたらなんか誰か家にいたら」とかさなんかあれが一番ね <laughs> みなさんすいませんね多分怖くなっちゃうかもしれないけど、ねうんうん、ほら家のクローゼットにもともと入ってたりとか。そそれ怖い うんそうたまに考えちゃう,うだってさそういう系の俺らはなんか動画とか映画とか見ちゃうからだからそういうなんだろう可可能能性性を知ってる、うん、<laughs> 低いけどね性が、うん、だってさほら暑い時とか、うん、空気の入れ替えしたい時とか1階の窓とか、うん、網戸にしとくじゃん。うんうん、でほら自分たち は上にいるから気づかないけどこっそりもし網戸を開けて入ってきててあのクローゼットに入ってて自分たちが寝てる時に出てきてぶっ殺されたらどうしようとかだからさ1階の網戸を開けるのって結構あのなんだろうね開けるんだったらもうそこ見張っときたいとかあと網戸にちゃんとチェーン網戸ほらその網戸窓開けてほら虫が入らないようにする。 るそれも開けるのうんそれは閉じてるけど<ー>ほら、うん、外から開けられるじゃん,あんな簡単に、ね、あれ鍵ないからねそうだから開かないストッパー売ってるからさ網戸も開かなくなる<ー>昔ほら猫実家で飼った時は外に出ないように、うん、その猫用で網戸開かない鍵とかつけてたんだけど、うん、そうそういうね何だろう怖いこと考えて。<laughs> ちゃうよね,ね<ー>でもほらそれって可能性ゼロじゃないからまあゼロじゃないけどでも低いじゃん可能性がうん、うん、でもほらただ考え,る考えて怖くなるからいつもそう何もなくてもでもなんか見に行きたくないじゃんわかるクローゼットだからさ開けときたいよね、うん、できれば全部閉まってるとさ <laughs> 考えちゃうからそうだよね めっちゃゃ怖いじゃんたまにさ頭でシミュレーションするもん。うん、こうやって出てきたら <laughs> この家にあるダンベルを持ってもうダンベル分投げたりあとはキッチンに行って、うん、家にある包丁あのハサミをすべて<ー>あの指の間に入れてウーバみたい <laughs> そ,うそ,うそれでなんかもう来るなみたいな。 感じなんかとりあえずねその長いものこの洗濯棒とかでもいいしとりあえず相手と距離感をつかめる<う>先生が使うやつが必要だねまた、うん、あれが必要だよねたまになんか考えちゃう <laughs> でもねうちに来ても何も取るもんないですよっていう張り紙を貼っておきたい逆になんか気にな,気になって入ってきちゃう,ゃ、まあ、うねでも本当にね何を一ったい金目のものなんてないよ一番うちで高いものって<い>多分あの パソコン？うん、その <laughs> そ、ね、アイマックぐらい？デュエリーもあるけど。そうだね。うん、ダメだよ。そういうこと言ってきちゃうから。<laughs> 皆さんダメだよ。クロゼットに行かないでよ。<laughs> <laughs> 怖いよね。やめてください。<laughs> <laughs> はいはい。結構今日は長めのやつになっちゃったよ。あ,あ本当？もう遠、んまあ、くてもいいね。ね。まあこのアプリあのこれからもあの使っていきたいと思うので。うん 楽ししみにしててください、まあはい、よかったらねこのトークテーマ今言ったトークテーマの、うん、なんか皆さんのあったゾッとする話とかなんかそういうなんかお, <laughs> お気に入りのブランドとかあったら是非共有コメント欄が、ねうんうん、あるのでそこで皆さんのストーリー、うん、あの自分こういうことがあったよとか書いてもらえると私たち読めるのでみんなも他の人も読めるので楽しみに。あのねはい したいのでお願いします。お願いします。あとこのポッドキャストをもし夜に聞いてたらあのちょっとね自分の好きな楽しい動画を今から見てください。そうだね。<laughs> それが私寝る前にねちょっと悪夢見ないように <laughs>、はい、YouTube 動画とかで楽しい動画見つけてみてください。はいはい、はい。ってことで今日のポッドキャストここまでになります。はい。あのこちらのポッドキャストのシェアもぜひお願いします。<laughs> はい。 それでは皆さんよい一週間を。あれなんかすごい変になってる <laughs> あれなだっ,っけあじゃあブレンドポッドキャスト以外にもって。あそう。ポッドキャスト以外にも YouTube、Instagram、Twitter などやってるのでそちらのチェックもお願いします。はい。あとはこちらのポッドキャストのシェアもぜひお願いします。はい、では皆さんよい一日を。よい一週間を。またね。バイバイ。バイバイ。できたね。できた。<laughs> <laughs>